イタリアの猛牛といえばこの男。やっぱりね、スポーツカーの王様ですよ。結構ね、思ったよりフィーリングいいんで、本当にいいとこ行けると思いますよ。見ていてください。500馬力日本代表は、はい、原誠二です。今回は日本を代表するスーパーマシン Z7 ですね。どれだけ速いのか、頑張ってこのポテンシャルをお伝えしたいと思います。今度はアイドリングじゃないぞ、金ちゃん。7リッターです。あのエンジン、自動車のエンジン3機以上積んでますから楽勝でしょう。迎え撃つ S204 にはドリドリ。さあ、とんでもない化け物車相手ですけれどもね、車的にはいいですからね、負けない。せめてコルベットには負けない。グリッドは車両価格の安い順、ポールと最後尾の差なんと2640万円。のいよいよスタートのカウントダウン、スタート。出足の良い4区勢に囲まれた FR の木下コルベットだが、慎重なスタートでポジションキープ。その模様をリプレイでお見せしましょう。直線は速いよ。おお、ちょっとヨダヨダしてますよ、木下さん。絶対ぶっちぎっちゃうもんね。ホールのドリドリは先行逃げ切り作戦、最初から全開モードで突っ走る。コーナーを抑えてストレート行く。どうだ、 GTR ついてくれるか、ストレートで。大好きな大排気量に陶酔する金ちゃんに、あら GTR が仕掛ける。対する木下コルベットはブレーキングが早すぎ。メインブロックしちゃうもんね。ブロックか、危ねえぞ。ちょっとさあ直線だ。パワーだけじゃないんだよ車って。2部屋からの加速はコルベットが若干速いか。激キャラ軍団に順位変動なし。今度は最終コーナーのスピードを生かして、再びアラ GTR が木下コルベットに仕掛ける。GTR いった。おお、はい、いい入ってますよ。ブレブレいい入ってますよ。木下さん、まさかどうだ。やれ。よし、近道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 。この加速が速いんだよ GTR。 負けないもんね。全然ほらコーナー負けてないでしょ。だからタイヤもうちょっといいのが入ったらね、こういうところも速い。グリップ不足と言いながらも S204 でいい感じのスライド走法を決めるドリドリ。ノーマルの STI よりも走りが楽しそう。いい勝負してるよ後ろ。ざわめろ、ざわめろ。ダーン、ダーン。金ちゃんが壊れた。うわ、後ろからもっと速いのが来てるか。結構簡単に抜けないね。大輔のムルシエラゴは筑波では狭すぎて、その激キャラぶりを発揮できない。ここでまたもやアラ GTR が木下コルベットに仕掛ける。抜きたい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 。オフレコルベット頑張ってるね。そして後ろからは大輔のプレッシャー。どうするアラ GTR。 近道さってないようにブロックしてきやがった。加速が速ければブレーキングポイントも速いコルベットのキャラに翻弄される後ろ2台。みんなイライラしてんでしょ。しょうがないよね。ねえ、立派なもんだよ。大輔どうしたのあなた。早く抜けよ。わら、その重さでラインの自由度がないムルシエラゴ。そして GTR のキャラはアテーサ ETS によるコーナー侵入と脱出の速さ。まさに激キャラ軍団は三すくみ状態。よーし、インプレッサー抜くぞ。
この辺の姿勢とかね、コーナーは一気に追いつく。なんだよ、抜けねえよ。超接近戦のままバトルは残り1周半。どうなるの？ちょっとね、2速でね、立ち上がるときに結構回転落ちすぎちゃうんだよね。それで GTR に加速で負けちゃう。S204 の逃げ切りを許すのか、激キャラ軍団。これがインプレッサの合言葉。さあファイナルラップ、なんと木下コルベットが S204 に急接近。序盤から全開モードだった土屋 S204 のタイヤがここで値を上げた。ついに土屋 S204 が激キャラ軍団に飲み込まれた。ねえ、よく頑張ってると思わない？このインプレッサー。ダメ、俺はインプレッサーに行くんだから。行け。ああ。よし。ああ、厳しい。木下コルベットもミサイル発射。うわぁ、頑張れ頑張れ。コルベット来た。あー頑張れ。あー頑張れ。抑えろ、抑え切れ、抑え切れ。よーし、よーし、よーし。あー土屋 S204 がなんとか逃げ切ってチェッカー。あー危ねえ。なんだよ、全然抜けないじゃん。タイムアタックではムルシエラゴがベストをマーク。